今日来ない交換してた。やめてーゆきこー。じゃあもうじゃあ今週のゼミ発表だわケーキ。あ、そっか、やばいなと思って。大丈夫だった？結構大丈夫、大丈夫、木曜日だから。お風呂してきた。うん、髪がなんかツイツイしてる。映像映ってるからさ。これ何やればいいの？普通に喋ればいい。話聞いとけばいい。話して。大喜利の宣伝もするんでしょ。じゃあ、お願いします。何でも。そう、何でもいいから。遊びみたいな感じ。本当にゆるい。じゃあ、ゆるくで。うん、全然ゆるくで。あんまり構えないで。もう、思ったこと素直に言っていいからさ。残るってことだけは覚えてる。まあね、そうだよ。何残る？消されないと、放送が。皆さんこんばんは、 JD マッキーのだからよー。今日長め。違う、待って、また間違えた。あのさ、エコーのボタン上げようとしたら間違ってから LINE 入力のあのね、携帯から音楽流す時のところを上げてしまった。しっかりマキー。もう最近多いわけよ。怖いね。ボケてるかね。もう暑さでちょっとやられてるかもしれない。あ、今日のテーマにつながりそうだね。だからね、ということで今日ね、うん、ユッキーの隣にはなんとなんとゲストさんが来てくれています。わー、まあね、ツイキャスで見ていただいている方はお分かりかとは思いますが、うん、実は実は三振片手にやってきてくれました。わー、かっこいい。よろしくお願いします。で、じゃ自己紹介もお願いします。はい、沖縄国際大学4年次の宮城力也と言います。よろしくお願いします。宮城の力也、お願いします。ということで今日はこの3人で元気に楽しく放送していきたいと思います。じゃあユッキー、今日のさテーマ、うん、ユッキー発表してもらおうかな。テーマ、オッケー。うん、マキがドラムあれやるね、いつもの。オッケーオッケーオッケー。いつものね、いくよ。ドゥルルルルルルルッ。夏バテです。夏バテということで。まあ、以降の書き方下手くそなってない？なんでか ね、やっぱ夏の暑さにやられてるかもしれない。全部それで。夏ね、そう、今日は夏バテということなので、うん、皆さんの夏バテの体験談、なんていうの、今夏バテでこんな大変になってるさとか、うん、夏バテしてちょっと痩せちゃったとか、うん、そういうエピソードを待ってます、うんうん、そしてみんなでなんか共感しつつも、うん、その対策法とかね、うん、ちょっと直し方をみんなで勉強していこうかなと思います、はい、で最後の方はやっぱり力也にいろんな、なんだっけ、いろんな宣伝したいことがあるんだよね。はい。ちょっといろいろ宣伝させてもらいます、うん、どん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 どうぞ。ね、たくさん喋ってほしいと思ってますので、うんうん、じゃあ最後ね、もうずっとお願いしようかな、番組ね。まさかの嘘ぴょーんということで、今日は夏バテです。メールアドレスユッキー呼んでください。はい、797@fmgino1.com、うん、fmgino1@fmginowan.com です。ありがとうございます。ツイキャスでもだからよーっていうコメントお待ちしてます。あんまりだからよってコメントないよね。だからよ。言っちゃった。待ってるます。なのでね、今日もたくさんだからよって言っていただけたら、うん、私とこのメンバー喜びますので、どうぞよろしくお願いします。今日もね、ちょっと慎吾と新たくお休みなんですけど、うん、そうなんだよね。なんかちょっと最近忙しいみたいね。みんなね、忙しいね。そう、うん、またみんなで集まれたらいいなと思うけどね、うんうん、来週ぐらいにでもね。そうだね。ちょっと期待、うん、ということで今日のテーマ、夏バテです。二人はさ、なんか夏バテで、うん、最近どう？夏バテとかしてる？どう？最近はそんなにしてないかな。してない。普通に食欲もあるし、食欲もあるし、睡眠も取れて運動もしている。夏バテかは分からないけど、最近風邪ひいて、うん、
ちょっと初めて夏に風邪ひいたんですけど。夏風邪だ。夏風邪。夏風邪一番苦しいよね。なんかなんていうの、熱も上がるし、そうでも暑いから、そうそう、なんていうの、クーラーの中とか行ったら寒いみたいな。そう、寒いみたいな。わかる。余計大変ね。大変でしたね。着るものも選ぶし、うん、超大変だよ。うん、でもね、パキ最近、うん、夏バテはするわけよ。ご飯食べれないし、うん、夜寝れないわけさ。夜寝れない？そう、面白いテレビとか見ちゃったり。あ、関係ある。面白いテレビ見たり、うん、あとはそう、暑くても寝れない。あ、しばらくこのテレビがあるところ、リビングクーラーなくて、うんうん、リビングクーラーない、リビングクーラーない。暑い。お父さんが今で寝てるからさ、うんうん、そこでテレビいつも見てるんだけど、もう寝ちゃったら入れないわけよ、うん、だから暑くてテレビもなんていうの、目が逆に冴えちゃって、うん、そう、寝れなくなっちゃうのかなっていうのもある、クーラーないのきついな。見て、ハッチャットマークホーミーさんからのコメントで、それはただの夜更かしバレた。そうだよ、年中そうですよ。ね、一応ね、年中夜更かししてるけど、うんうん、そう、ユッキーはなんか夏バテとかしてる？ユッキーも一緒、もう食欲がない。全然なんか食べないでも平気っていうか、そうそうそう、だから夏バテなのかなって思った。最近会うたんびに痩せてるよね。だからよく言われるってよ最近。そう、うん、この間も先週ラジオ出てくれた後も、うん、2人でちょっと下でおしゃべりしてるんだけど、うんうん、結構おしゃべりする、うん、そう、おしゃべりしてる時もなんだろう、ユッキーしゃまた痩せたよねって話してバイバイしたよね。うん、したね、うん、多分夏バテだはず。そう、思わず食べ物あげちゃってこれ食べなさい。ありがとうございます。やっちゃったぐらいなんだけど、なんか冷たいのは食べれるわけ。うん、うわ、そう、ね、スイカとか、うん、おいしいよね。冷凍みかんとか、うん、食べちゃうんだよね。うわ、でも全部水分だね。そう、はあ、これぞまさに夏バテ、夏バテって感じの夏バテしてますね、うんうん、ということでコメント読んでいきたいんですけれども、はい、じゃあブルガリさん、ギノワン万歳万歳、祭りだ祭りだ、わっしょいわっしょい、俺参上こんばんはということです。 ありがとうございます。こんばんは。間違えた、あなたとても素敵ってよ。あらね、あらあらら、嬉しい。誰のことかしらね。花が2人咲いてるから。あと8アットマークホミさん、すでに夏バテ、夏バテして痩せたいだそうです。あ、でもなんかいい痩せ方じゃないよ。そうですね、うん、体調悪くなるもん。うん、リキアみたいに風邪ひく人もいるしね。そうそうそう、夏は結構熱中症とか食中毒とかもあるしね。うん、その辺はちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。あとシグナスさん、マッキーユキゲストのリキアさんこんばんは、今日の放送千葉利用ということで、 ありがとうございます。ね、嬉しい。あとブルガリさん、私は介護の仕事をしていますが、夏の入浴解除はかなりきつくて、うん、夏バテしそうで水分をこまめにとっていますね。ということです。大変そうだね、介護の仕事は。そうだね、入浴って言ったらさ、うんうん、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんのお風呂の手助けだと思うんですけど、うん、自分一人がお風呂に入る時も結構暑くて汗かいたりとかするのに、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんのお風呂のお手伝いだったら余計にね。そうだね、自分のことがね、できないね。2倍っていうか、うんうんうん、余計に汗かいて大変だと思う。頑張ってくださいね。頑張ってください。ということで今日のテーマ、夏バテ、みんなそれぞれこの季節夏バテをしていると思うんですけれども、うん、症状としてどんな症状があると思いますか。じゃあ挙手制で皆さん答えてください。夏バテ、うん、はい、はい、ご飯が食べれなくなる。はい、ピンポン。リキアは頭痛。頭痛、あ、ピンポン。へえ、そう、え、待って、今日頭痛してたわけ、さっき。うん、え、それ夏バテだよ。うわ、マジか。ご飯も食べれないし、夏バテ。あとはね、2人も答えてもらったからもう全部言うと、うん、朝からやる気が起きない、うん、寝れなくてイライラする、なんとなく体調が悪い、うん、立ちくらみやめまい、ふらつきがある、こういうのが結構夏バテの症状だそうです。へー、どう、心当たりある？朝からやる気出ないっていうのは結構あって、うん、学校も少なくなってるんで、あ、そうだね、ちょっとゼミも行かんくなって。だからよ、ゼミ来ないわけ。来ないわけよ、全然来てないよね。うん、マキも来ない。マキもか、おい。
1回ぐらいしか見たことない一応選手行ったんだよマッキーは。そうなんだ。そう、結構就活とかでもね忙しくてなかなか行けないっていうのを理由にしております。ダメだよ丸来週、あ、今週は行こうかな。ウケチゼミ超厳しいもん。そうだよね、うん、ミッキーたちのゼミは泣いても許されないゼミだと思う。そう、許されない、ね、そう就活でも行かなければいけない当たり前だけどね、うん、まあそうだよね、うん、学費ちゃんと払っているからさ、それはそこら辺はねちゃんと行った方が一番はいいと思うけどね、うんうん、まあ、夏バテになってしまったら大学生とはいえ結構厳しいところもあるとは思います。だって一限だもんね、うん、そう、辛いね。一限やばいよね。一限9時から授業なんですよ。そう、何時起きみたいな沖縄市から通ってるもんね。そう、遠いから。そうなんだよ。で朝も混むさ、うん、なんか早く出ないといけんし、うん、大変。一限は、ね、寝坊したらしかも入りづらいし、ね、そうそうそう、すいませんってそうそうそう、いつもねごめんなさいって一応一言言うんだけどさ、うん、先生とかあんまり反応してくれます。めっちゃ遅刻してくるよね30分とか言っちゃう、ね、もうそれ遅刻だよ本当に寝坊しちゃったんだよあの時は。まあ、話ちょっとずれちゃったんですけど、うん、夏バテの主な原因って知ってますか？原因？うん、なんだろう。水分取らんかったりとか。あ、これは正解です。水分を取らないから。うん、そう、結構ねお風呂上がりとか寝る前に水分を取るようにしたらこの夏バテ防止に役立つそうです。うん、そうなんだ。そうそうそう、なんか寝る前、寝る前とお風呂上がり、おなんか水を取らないとこの暑いさね、うん、暑い中で水を取らないでいたら汗が出なくて、汗が出てもこのなんていうの、表面にくっついて、うん、なかなかいい汗がかけないらしいです。おそう、代謝があんまり悪くなっちゃう。あと体の中に熱がこもって、うん、っていうの、熱が外に出ていかなくて、うん、熱中症にもなったりするみたい。そうなんだね、うん、水分をこまめに取った方がいいと、うん、あとはね、あ、面白い言葉があってよ、うん、冷房病。あ、これは毎年あるかも。そうね、今もね FM 宜野湾の中で私たち3人はいいやんべ、そう、涼しいクーラーの中でそうねお話をしているわけなんですが、うん、なかなかね、このクーラーを手放せないっていうのもこのね、夏バテの原因だそうです。うん、どこ行ってもクーラーだもん。そう、今そうなんだよ、スーパーとか行っても。そう、スーパーでもクーラー、家でもクーラー、車の中でもクーラークーラーのオンパレードだ、ね、うん、ちょっとひこまろっぽく言ってみた。はいクーラーのオンパレードやー、やめて、もうそんな自分の番組だからって勝手にやりたい放題だ、本当によ楽しいことはたくさんやっていかないとということで、今までこの夏バテの主な原因とかお話ししたんだけど、うん、じゃあ一旦一曲リキアに歌ってもらってからね、生演奏、ちょっと夏バテの気分も爽快にさせるような歌を聴いて、うん、そんな歌あるかな盛り上げましたとか言ってこんな歌を聴かせてもらってからに、うん、と次歌終わったらこの夏バテを防止するためのお話をちょっとしてから、うんうん、またリキアもいろいろね宣伝してもらえればいいなと思ってます、はい、じゃあ今日曲何歌うね。今日は全然みんなわからないと思うんですけど、うんうんうん、ちょっと自分の地元の、うん、地元がやんばるの大宜味村っていうところなんですけど、そこに伝わるっていうか、おばあたちが歌っている歌を歌おうかなと思ってるんですけど、うん、いいですか？楽しみ。お願いします。聞こえるかな？聞こえる聞こえる。あ、よかったよかった。こうやってどれぐらいだっけ？何？3分ぐらい。あ、好きなだけ歌っていいよ自由、好きなだけ。じゃあ少しばかりよろしくお願いします。お願いします。お願いします。火事の
のフィアネサミソヤのチモリ四女よソヤのチモリ この時に三振クラブみたいなのがあって、うん、ちょっとは行ったんですけど、うんうん、やっぱ飽きてで中学校ぐらいの時に、うん、エイサーのこのソニーエイサーがあるんですけど、うん、それで三振弾いてる人見て、うん、中3ぐらいからやりたいなと思って、うん、一応そこにその三振弾いてるところ人のところ行って、うんうん、ちょっと習ってたんですけど高校に行って、うんうんうんそこからでもやっぱ野球やってたんで全然習いに行く機会なくて、うん、で大学来てからちょっと先生の方に、うんうん、今の先生のところに習いに行ったって感じですね。へーすごーい。なんていうのなんか民謡のさ独特の歌い方、うんうんうん、あるね民謡節おーおーみたいなあれ一回やってみて聞いてみたい。なんでそれなんかあるさ全然わからんわかんないなんか民謡のなんか独特のね歌い回しっていうかあーちょっと自分もそこら辺まだまだ勉強するそこなんでそうねいやすごい、ね、でもなんかグランプリかなんか賞取ったって聞いたけど取ってないですねあれあれあれなんかフェイスブックで見たけどあー一応5月にこの協会の三振のなんかコンクールっていうのがあるんですけどそこで一応最高賞っていうのをもらえやばーすごいじゃん、ね、全然です本当にもっと恥ずかしがらないでしょそうだよそうだよ自慢しよう、ね、なんか脇たちが ね声を大にして言いたくなるようなすごいそっかなんかね結構ね力也の三振は、うん前の担任の先生が、うん、あのなんだっけなんていうのあれ体感式そう体感式の時もリキアは三振披露してて、うん、すごいな魅力的だなって思って今回ねラジオ出てみないかって声かけたんだけど、はい、絶対さ、うん、もっともっといろんなところに出た方がいいね本当によ、ね、もったいないよでねそういうのもあって今日告知もあるって聞いてたんだけど、はいね、なんか教えてよどういう少しばかり、うん今週の土曜日7月2日に、うん、大宜味村の塩屋小学校っていう、まあ、旧塩屋小学校なんですけど、うん、そこで白浜キャンドルナイトっていうイベントがありましてえ、何それ、ね、キャンドルナイト、はい、
塩屋湾ってまあ田舎なんですけど、あそこにもう塩屋湾の外周だったり海の上だったり、そこにキャンドル、ろうそく、ペットボトルにろうそくを入れて灯すみたいな。素敵、何それ。結構綺麗なんですよ、自分も 1,2 回しか行ったことないんですけど、でそこで8時半から、この自分の先生と民謡を歌わせてもらうんで30分間、ぜひお時間のある方はこの歌を生で聴けるということですよ、リスナーの皆さん。鳥肌立つ、本当に、すごい。こういうさ、沖縄の伝統を残していく若い世代の人たちがたくさんね、これからもどんどん増え続けていっていただければ、そうですね、三線好きな人が増えて嬉しいね。今度さ、マッキーも実はちょっと隠れ練習してるわけよ。あ、マッキーどうぞ、ヒーツだ、ヒーツだ。全然ね、レベルがあれ違うけど。ぜひね、デュエットとかもさせていただければ。ぜひよろしくお願いします。実は今日、力也の先生も来てくれてるんですよ。そうなんですよ。ちょっと、ね、そうなんだ、知らん風なしてます。だから次はね、先生も一緒にラジオ出ていただければいいなと思います。はい、うん、ぜひ。ね、ここで一旦 CM です。すごいね。上手、やばい、やばい、びっくりした。ね、ちょっとエコーかけてたって。ありがとう。かけてたね。めっちゃ気持ちよかった。寝てた、あ、なんていうの、普通に喋ってる時までエコーかかってたからちょっと、あ、やべえ。気づいてた。すげえ。聞いてね、お家帰ってから。あ、これで聞けるの？検索して聞ける。インストリームではね、今ね。ツイキャス？ツイキャス。ツイキャスにも残ってるし。FM ギノワンって調べたら出てくる。全然喋れないね。すごい。いやいやいや。もうあの歌だけで。うん、ありがとうございます。存在感もね。はい、ということで。ジェディマキの仲良いを始まっています。今日のテーマは夏バテで、ゲストに宮城の力也が来てくれています、ね、力也。はい。すごい、先ほどもね、いい歌声を聞かせていただいたんですけれども、今週の土曜日だっけ。はい、今週の土曜日に7月2日7月2日に、あのなんだっけ、キャンドルナイト、キャンドルナイトっていうイベントがあるんで、行きたいな。だからね、そこで生歌も披露するみたいなので、ぜひぜひお時間ある方はいらっしゃって、はい、力也の、宮城の力也の生歌と先生とのね、はい、あのデュエットをお楽しみいただければと思います。大山に足を運んでもらえたら嬉しいです。はい、ということで戻るんだけど、今日のテーマ夏バテね。そうだった。で、夏バテのさ、改善対策方法ということで、ちょっとあげようかな。あ、教えてほしい。そう、まず対策1、冷房病対策。うん、これは大体みんななんか予想つくかね。冷房かけるんだって。そうだ。きついなそれ。さすがに沖縄ではきついから、あとエアコンの風向きを上にする。そう、あ、直接当たらないってことだ。そうそうそう、そうしたらいいらしいです。あとはね、打ち水とか風鈴などを楽しむっていう気分転換も夏バテの対策にはなるらしいよ。あ、いいね。あとは食生活だね。やっぱり夏バテになったら、ユッキーもさっき言ってたけど、ご飯食べられない。そう、もしかしたら力也はそうかもしれないけど、ご飯食べられないけどお酒を飲めるとかね。お酒好きなんだ。わかんない、適当言った。適当だよ。とかになってしまったらちょっと脱水症状になっちゃうので、バランスよくご飯を食べること。あとはね、汗をかくために香辛料をたっぷり使った麻婆豆腐とか、あんなものを食べたらいいらしいです。なるほど。あとはね、これは補足になるんだけど、お風呂入りながら手の甲のツボを押したり、足の指の第5小指の生え際の外側にツボがあるみたいだから、それを押すとリラックス効果があっていいらしい。豆知識ね、豆知識ということで、力也、あと少しで時間はあるんだけど、はい、なんか大宜味村って何があるの？
なんもないですね。なんでそんなっていうか。ベトヤマしか。いやいいいいさ。逆にそれだからいいかなと。おぎみさんってどこにあるんだっけ？ヤンバル。ヤンバルで、うんうん、名護過ぎて次の集落っていうか村なんですけど、国神の少し前ですね。なかなか行かないね。そうだね。うん、私たち南部に住んでる住民だからさ。うん、北部に行くって言ったら美ら海水族館とかね、そうだね、元部イベントもさ、なんだっけ、そろそろ花火の季節になったら、うんうん、琉球、なんだった、なんていうの、花火の海洋博、あるあるある、海洋博であるね、花火大会みたいな、うん、あれは結構行ったりするんだけど、なんだっけ、もうそういうイベントもあんまりわからないから、うん、北部はあんまり行かないけどね、リキアが一押しの、そうですね、また夜来たら星も綺麗なんで、あーいいね、大自然にドライブしながら、うん、で今度マッキー行こう、ドライブね、行きたい、ね、行こう行こう、でリキアにね、いろんなところ、例えばいい、ね、おすすめスポットとかも、うんうんうん、ちょっとディープなところも教えてもらいながら、ね、はい、観光もしながら、うん、回れたらいいなと思います、うん、ということで、そろそろ今日終わりの時間やってきたんですけれども、はい、リキアどうでしたか？いや、緊張します。うそ、緊張した？めっちゃ緊張した。多分これから何回かお世話になると思いますのでお願いします。ね、また歌を聴かせにやってきてくれたら嬉しいと思います、うんうん、何かあればまた宣伝させてもらったら嬉しいです、ね、うん、はい、ということで今日のお相手は JD マッキーとユッキーと宮城力也でした。来週また聴いてくださいね。せーの、バイバーイ。バイバーイ。また今日平和だった。今日平和だったね。今日平和だった。いつもだもん、うん、いつもはね、結構コメント溢れて、そうだ、ね、放送がごちゃごちゃしてる、うん、あ、こっちのツイッターね、そうそうそう、ツイキャス、ツイキャス、すごくないこのってコメントくれる、全然知らないよね、みんな結構内地から聞いてくれてる人とかも、さっき AKB ファンさんも聞いた、あ、ね、忙しいだ。よし。ありがとうございました。ありがとうございました。全然できたかどうかわからんけど。全然、本当に。ありがとうございます。聞いてみてね、自分の放送。後で送るよ。お願いします。また何かあったらお願いします。ちょっと、かなこと、うん、今、サークルやってるんだけど、うん、でもし舞台とかあったら、うん、もう一回宣伝させてもらって、あ、いやいや、全然いい、てかむしろ来てほしい、うんうん、カネエとデュエットして、それはいいといいと、今度はあいつに歌わせて、なんでよ、聞きたい、二人のね、やばかったもん、あの戴冠式の鳥肌もね。